まもなく現場到着です。煙は漂っていますが、やはり火事のものではなさそうです。発煙筒か何かいたずらによるものと思われます。本部了解。一応現場での確認をお願いします。やっぱりいたずらだな。何も燃えちゃいない。なんだってこんなバカやるんだろうな。俺らが大騒ぎすんのを見たいんだよ。あ、おい、あそこだ。これって…なんだよ。うわ、なんかすげえ嫌なんだけど。でも俺らが見ないわけにいかねえだろ。日本の刑事裁判はその 99.9% が有罪となる。そんな中、かつて弁護士だった俺はある殺人事件で万に一つの無罪を勝ち取った。大したもんだと褒められた。けどその結果、一人の女の子が殺された。法廷の取りこぼした真実の陰で、万人に公平なはずの法がいつも完璧に機能しているとは限らない。そんな時、助けを求める声を探すのが今俺の仕事だ。クイズでも出してくれよ。面白いやつ。張り込みなんていつまでかかるかわかんねえんだ。恵子ちゃんも退屈してるぞ。わかった。じゃあいいやつ考えるから少し時間くれる？なるほど、クイズ考える間静かにしてろって。この野郎、それじゃ何にも変わんねえじゃねえか。あの、カイトさん、私も今クイズとかの気分じゃないです。いや、だからその気分を変えようぜってんだ。ケイコちゃんな、そんなんだからネットで会った男なんかに騙されんだぞ。そんなの関係ないですよね。それにまだ本当に騙されたのか分かりません。そうだよ、あんまいい加減なこと言わないの。大丈夫だよ恵子さん、うちはね、何よりも依頼人の心に寄り添う探偵事務所なんだから。やっぱり私、八神さんに依頼できてよかったです。へいへい、そりゃようござんして。あー、ちょっとお兄さん、落とし物。あ、落としたって何をです？何をって、まあいろいろあるんじゃない？両親とか罪悪感とか、どっかに落としてきちゃったでしょ。あ、なんだよてめえ。最近罠にはめた女の子がいるよな。ぼったくり店とつるんで120万の会計を追っかぶせた。何の話かわからねえけど。どの話かわかんないぐらい何人も騙してる。誰だお前。こっちはバックに登場会がついてんだ。それでも因縁つける気か。登場会って
あのヤクザの。ビビりやがって。もっと相手見て喧嘩売れ。登場会ならもうとっくに解散したろ。そんな名前出してビビらせよってのはちょっとどうかな。あんな、てめえやんのかこら。やめといた方がいいと思うよ。さっきのパンチで大体分かっちゃったから。ふざけんな。さっきは手加減してやったんだ。本気出したら瞬殺だぞ。後悔してもせえ。お前マジで知らねえぞ。分かったよ。じゃあこっからは本気なんだな。なんだ、はったりかましやがって。こっちも週一でジム通ってんだ。なめんじゃねえぞ。なんだよ、康介君。もう終わり。お前に呆れるな、タボ。弁護士のくせに結局手出して済ましちまう。弁護士？嘘つけ。どこがだよ。矢上さんって探偵じゃなかったんですか？本業は探偵だよ。弁護士はまあ今も一応資格を持ってるってだけでさ。じゃあもしかして源田法律事務所の？そう、前はあそこで弁護士やってたんだ。で今は探偵向きの仕事を回してもらってる。今日みたいに。そういうことだったんですね。わかったか、康介君。うっせえ。じゃあこれからじっくりと話聞かせてもらおうかな。おう、車回してきてるぜ。仲良くやろうな、コウスケ。源田法律事務所は弁護士だった頃の俺の古巣。所長の源田先生は親とも言える存在の人で、神室町の住人にも長いこと頼りにされている。源田先生、あれ、お一人ですか？うん、沙織君たちは今裁判所に行ってる。よく働いてくれるよ、あの二人は。お邪魔します。ああ、この間のあの件、ぼったくりの。どうです、矢上の仕事ぶりは。どんな案件でも全力投球するのがこいつの取り柄なんですよ。ええ、本当にとても助かってます。ああ、そういえばありましたね。ネットで炎上してたやつ。確か通勤ラッシュの電車も止めちゃって。ひどかったですよね、警察官のくせに。今日その判決が出るんだが、まあいい結果じゃねえだろうな。無理だっつってんのに、被告人が記憶にねえの一点張りでよ。捕まえてください。捕まえて、なんだよ、やったい。違う、博士って。誰か駅員呼んで、早く。この人、電車の中でずっと触ってきたんです、スカートの中。違うってんだ。おいおい、おっさん、痴漢ならな、手の成分とか調べりゃすぐに分かんなよ、バカ野郎。やめろ。おい、何撮ってんだ、ふざけんなこの野郎。もう少し姿勢を正した方が。ふん、その態度でいいことは一つもないです。今さら、どうせも判決は決まってるんでしょうが。そういう問題じゃなくて、ただでさえあれなのに、本当印象悪いですよ。
印象が悪いか。じゃあ裁判長も有罪だと言い渡しやすいですね、きっと。やけになってどうするんですか。まだ決まったわけじゃ。決まりですよ、有罪で。それはつまり全ての準備が整ったということだよ。え？さて、ここからが本番だ。ご起立ください。では判決を言い渡します。主文、被告人江原明弘を懲役6月に処す。まさか実刑判決なんて。初犯なのに執行猶予もなしですか。ええ、本人があの態度ですもんね。ただ否認するだけで大した主張もないんだから。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。立ったままで聞きますか。裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。もう身元は分かりましたか。はあ。何を急に。何の話ですか。分かりません。まだでしょうね。ではどうか神奈川県警に知らせてあげてください。その死体の主は三越芝博と言います。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった。万死に値する人間です。それが何の罪にも問われず、ずっと濃々としていたんですから。法なんてものは全くの役立たずだ。静粛に。被告人は勝手な発言をしないように。あの弁護人、これはどういうことですか。これはその、あの、なんでどうしてこの孤独は誰にとって必要なの。ファンスを見上げる首はいつか誰かに切り取られていた。大声で笑うことはいつになれば許されるのかな。もし今疲れ果てて倒れたって誰も気づかない。今日は今日のまま。お前お前らのせいだ。あの記憶も
横浜99かと。ああ中華街の方じゃねえんだな。ついでにうまいもんでも食えると思ったのによ。そっちもこれから好きなだけ行けるって。多分つくもんとこまで少し距離あるぞ。タクシーで行くか。それもいいけど、ちょっと歩いてみよっか。初めての街だし。悪くねえ考えだな。よう、ちょっと待て、タボ。ん？あれ見てみろ。なんだ、勝手に何撮影してんだ。やめなさい。なんだよ、別にいいじゃん。撮影禁止とかどこにも書いてねえし。とにかくよせ。だからなんだよ、理由は。俺らの自由っしょ。あ、おい、倒したろ。お前が今倒したよな。いや風だって。風で倒れたんだよな。うん、風今ビューって吹いたよ。だから取るなって。最近のガキはやり口が可愛げねえ。同感。観光気分も台無しだ。じゃ考えてることは一緒か。確かめてみる。いやまた言いがかりっすか。あんたおかしいって。おっさん、お前らな。出ましたね、お前、お前ら。そっちこそ何様なんすか。え、店の前でたむろされちゃ邪魔だって。そう言っただけだろ。他のお客さんに迷惑だから。今のは編集でカット。へえ、そのスマホ新しいやつ。ちょっといい。なんだよ、カメラ綺麗に撮れるんだね。親に買ってもらった？キャット、今あいつ高きよ。そんなわけないじゃん。それよりこのスマホちょっと汚れてない？貸してみ。返せよスマホ。スマホね。返して欲しかったらまず倒した看板直そうか。てめえ。よう。おお、いやーどうもご無沙汰でした、八神氏。いらっしゃい、お二人さん。元気だった？この野郎、連絡もよこさねえでいつの間にこんな事務所。さすが元泥棒、前より腕上げた。泥棒じゃなくて窃盗団ね。同じだろ。やだな、僕は私利私欲で盗む連中とは違うから。強きをくじいて弱きを助ける、義賊的なやつだよ。まあそれもずっと前に足洗ったわけだけど。いい事務所だな。少しうちに似てる。そりゃまあ、僕らが目指すは八神探偵事務所だから。憧れの先輩ですよ。ささ、どうぞおかけになってくだされ。早速依頼内容のブリーフィングを。なんだブリーフィングって。状況説明ってこと。まずは今日のアジェンダからご説明しましょう。アジェンダ？議題のことね。うちの所長、意識高い系の会社を参考にしてんだよね。優しい目で付き合ってあげて。いいと思うよ。最初は何でも真似から始めるもんだ。
よう、たまには一緒に飯行こうぜ。じゃねえってこうだ。早く行くよ。今日マッツ朝からむしゃくしゃしてんだから。私はいいよここで。は？何逆らってんの。じゃあこれは没収ね。ほら早く行こうぜエロ女。それともやっぱ食欲より性欲か。本能むき出しで生きてんのな。ほら待てよ。なんでそんな鈍いの。一緒に飯食おうって誘ってやってんじゃん。うっざ、いちいち呪い。ああ気分悪いな。飯がまずくなるよ。おい誰だ今の。俺じゃないって。気分悪いって俺たちのことか。そんなの当たり前じゃん。他に誰がいいんだよ。ああ俺もそう思ってた。だよな。なんだ毎日毎日女の子一人にご苦労さん。あれでいい気になってんだからめでてえよな。何みんなちょっとこいつ高田だよ。エロ女に味方すんの。高田さん大丈夫。そんな奴ら無視しなよ。バカっぽい悪口だよな。エロ女だってさ。いや、成人派はご潔癖ですな。なんだのねえ。ヒステリーはみっともないな。それじゃあモテないよ。はぁ、あ、何見てんだ。なんか言いてえことでもあんのかよ。あるに決まってんじゃん。まだ気づいてねえの。確かにさ、お前らいい加減にしろよっていうか。そうだよそれそれ。ほんと何様だ。なあもう高田に構うなよお前ら。そうだ高田さんに近づくな。やっと言えたじゃねえか。せいせいしたぜ。お前らはよそで飯食うんだろ。早く出てけよ。おーおー確かに言ってた。出てけ出てけ。よし行け行け。なんだよお前ら急に。おい松こって、ね、もう行こう。くそ、すごい、あの子たちがこんなにまとまるなんて。みんな分かっちゃいるんですよ。自分たちが見過ごしちゃいけないもんに声を上げずにいたって。大人だってそういうことあるでしょ。八神さんはこれを狙ってたわけですか。集団心理に傍観者効果って言葉があるそうです。ある事件に出くわした時、自分以外にも傍観者がいる中で人が思うことは大きく3つ。他の人がやらないなら緊急性はない。他の人がやらないなら自分だけやる必要はない。このぐらいのことで行動を起こすのは恥ずかしい。結果誰もが動かないただの傍観者になる。でもそんな時一歩前に出て声を上げられる人がいれば、俺はきっと潮目が変わるんじゃないかって思ったんです。ほらペンギンの群れも海に飛び込む前はみんな尻込みしてるけど、最初の1羽が行くとどっと続くでしょ。ファーストペンギンですね。未知なる海へ飛び込む最初のペンギン。それをアメリカでは敬意を込めてファーストペンギンと呼ぶそうです。つまり八神氏はあの教室にファーストペンギンの声を上げたと。これでいじめが解決したかは分かりませんけど、その取っかかりにはなるのかも。もういないから大丈夫だよ。
急でお願いしたい仕事があります。うちで抱えていた裁判の件で。ああ、沙織さん、それなんだけど至急ってことだとまずいかも。今俺らカムロ町じゃないんだ、横浜に来ててさ。え、そうだったんですか。杉浦たちがこっちで探偵始めたんで、その手伝い。まだ現場なんだ、清涼高校ってとこ。あれ、沙織さん聞こえる？清涼高校というのは偉人町に近いあの。ん？そんなに有名？2ヶ月前にそちらで教育実習中の大学生が失踪しています。ある日突然。ああ、そういえばそんな話聞いたかも。彼は清涼校の卒業生で、つまり母校に戻って教育実習をしていたんです。ちょっと待ってよ、なんで沙織さんがそんなことを。実習生の名前は三越葉博。先日他殺体となって発見されました、偉人町の廃ビルで。え？腐敗が進んでいましたが、先ほど神奈川県警が身元を断定しました。間違いありません。先ほど？何の話してんだ。ですが、その死体が三越葉であると事前に言い当てた人物がいたんです。私が弁護してた江原という痴漢で、現役の警察官です。2ヶ月前、三越葉が失踪したまさにその日、駅で現行犯逮捕されました。じゃあそいつが殺しもしてたってこと？いえ、まだ被害者が生存してた時刻、江原は都内の駅に向かっていました。そしてそのまま痴漢で逮捕され、今も拘留されてますから。つまり殺しについてはアリバイがあると。ええ、しかもつい先日、江原とは別の誰かが発煙筒で三越葉の死体を発見させるように仕向けています。そちらが殺害の実行犯でしょう。ただし江原とも何らかのつながりがあったはずです。ああ、でなきゃそいつに死体の身元は言い当てられない。そうです、江原は現役警官として痴漢を働いただけでなく、その裏で殺人犯と関わっていたことになります。でもそいつの動機は。4年前に江原の一人息子が自宅で首を吊ったんです。やはり清涼高校の生徒でした。それを江原は息子の同級生だった三越葉のいじめのせいだと考えています。息子の仇？それで誰か人を使って復讐したってことか。その可能性があります。ですから八神さん、今回調査をお願いしたいのは三越葉殺害の真相についてです。これまで私は江原をただの痴漢としか見ていませんでした。でも彼がそれを三越葉殺害と同じ日に起こしたのには何か意図があるはずなんです。そりゃ確実なアリバイを用意するためじゃないの。でないと怨恨の線で真っ先に疑われるわけだから。そのためにわざわざ痴漢なんて。アリバイを作るだけなら他にいくらでもやりようがあったはずです。要するに弁護人として私は江原に対して何か重大な見落としをしている可能性があります。そんな状態で法廷に判決を出させてしまったんです。このまま見過ごしてはおけません。私はあの日起きた痴漢と殺人を二つで一つの事件として見直したいんです。わかった。じゃあ何から始める？もしかしてそちらは今清涼高校で聞き込みができる状況ですか？そうであれば失踪直前の三越葉の様子や他にもそこでしか手に入らない情報があると思うんです。もうすぐに動いちゃっていい？ええ、正式に仕事として依頼させていただきます。了解、引き受けた。仕事が途切れずにあるって最高だね。